本日は栃木県矢板市にある高原花畑キャンプ場に参りました。今日は夫婦キャンプなので、まあ、こういった感じでセッティングしました。奥に見えてる、これはちょっとパイナップルとかスコッチで夜中ちょっといただきたいなという感じですね。今日は5月の14日、すごい天気がいいです。ビロビロ、いや最高ですね。こちらのキャンプ場はまだできて間もないということです。キャンプの使用料大人1人1000円、それ以外は取らないです、今日は夜天気が良ければですね、受付のところにある展望台があります。そちらの方で、結構綺麗な星が見えるということで、そちらから見るとですね、
はい、では2021年5月の14日夫婦キャンプ始まります。乾杯。ただいまの時刻1時41分、うん、あ、こんばんは。面白い。本遊び。この時期の本遊び、あれで、そんなに辛くないの。ずーっと来ないと。お味はどう？美味しい。美味しい？うん、美味しい。ちゃんと食べて言ってんやろな。うん、言ってみよう。食べて、ちゃんと言ってる。なら言う。うん。食べる前には言わない。嘘つけ。本日2本目。早っ。喉カラッカラ。中華これ、ああ飲みやすいよ。おいしい。おいしい。それはおいしいやろ。ん？飲みやすい。すっきり。でもアルコールが 4% やん。軽くて。